作用反作用の法則。さあやっていきましょう。作用反作用の法則。先生、そんなのね、中学の時にもう僕たちやってるんで全然やる必要ないですって思ってるそこのあなた、のんのんのん、侮らないで。これはね、意外と奥が深い。なぜかっていうと、法則、つまりありとあらゆる作用に、力には反作用が必ずセットであるよという、すごい法則なんです。これは経験上の法則なんですが、これめちゃめちゃ奥深い。いやいや先生、そんなこと知ってるよと。いやいや、まだ待って、これが分かってるか分かってないかで、入試問題の難しい問題が解けるかどうかっていう、もう本当にそういう部分っていっぱいあるんです。だから作用反作用の法則分かってない人は、入試問題とか難しい力学の問題、だいたい2つの物体が接触してる時の問題なんだけど、そういう問題解く時に必ず理解不能に陥ります。イエーって感じでしょ。なのでこれ必ずしっかりマスターしてってください。そしてもう一つ、作用反作用の法則が分かっていくと、なんとあのね、作用反作用の法則がなければ、万有引力の法則って聞いたことある？誰が発明したでしょう？発見したでしょう？そう、ニュートンさんがね、発見しました。ね、あの万有引力の法則も、作用反作用がなければ、この世に存在しなかった。それぐらいめちゃめちゃ大事な法則をね、まずはざっくりとやっていって、後々の動画で演習をしていって、ああ、こうやって使うんだって分かっていって、さらに入試問題までもう解いていって、うわあ、こんな難しい問題がこの法則を使うとすっきり解けたよってなっていきますんで、さあしっかりね、やっていきましょう。では、参りますよ。まずね、これ、作用反作用の法則、はい、ノートに書きましょう。必ず書いてくださいね。はい。作用があれば必ず反作用があるっていう法則です。OK ですか？ノートに書きました？はい。これね、ぼーっと見るだけじゃなくて、必ず書きながら、ポイントで言ってるところ、大事だなって思うところはね、メモしながら聞いてってくださいね。はい、次。例1。ね。これですよ。もうわかりやすいね。はい。和田くんがね、壁を押します。ちょっと押してみるよ。あー押されました。もう一回やるよ。壁を押すよ。あー一人で下がってんじゃねえか。そんなことないです。押したら、下がろうとしてないのに、押し返されてるんですよ。みんなも壁に向かってやってみてください。はーい。いやいや、先生そんなことないですっていう人、必ず壁にこう体重かけてますから。はい。普通に立った状態で壁を押すと、押し返されてしまいます。はい。この状況。和田が、はい。壁を押しています。よいしょ。はい。和田が壁を押しています。はい。壁を押しているんだから、壁の中に作用点だね。この力は、和田が壁を押す力。皆さんで言いましょう。3。はい。和田が壁を押す力。いいですね。反作用は、俺は、和田くんは壁から押されてるんだよね。ということで、反作用はこれです。よいしょ。よいしょ。この力は、壁が和田を押す力だよね。皆さんで言いましょう。3。はい。壁が和田を押す力。その通りです。これね、この二つが作用反作用のペアなの。そして、この主語が、反作用、こちらを作用とするよ。こちらを作用。こっちを反作用とすると、主語が目的語に、目的語が主語に、こうやって入れ替わってるのわかるかな？はい。主語が目的語に、こちらの目的語が主語になってますね。このように作用反作用は、ここにポイントのまとめのところにもう書いてあるんだよ。向きが逆です。見てくださいね。向きが逆、大きさは等しい。等しいので、こうやってね、ちょん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 、この2つの長さは等しいよっていうマークをつけましょう。そして、主語と目的語が入れ替わる。こういう性質があります。さあ、次、和田くんは
接触してるのは壁だけじゃないね。はい、和田くんの周りを触っていってね、タッチの法則ね。さあやっていくよ。何かにぶつかってたら、いていてって言ってね。和田くんが何かにぶつかってたら、いていて、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 はい、壁と床に接触してるね。はい、和田くんは床から垂直抗力を受けます。ちょっと作用点の場所変ですが、まあ気にせず書きましょう。垂直抗力は誰が誰を押す力？床と和田を使って誰が誰を押す力？そう、垂直抗力は床が和田を押す力だね。こいつがこいつを作用としよう。別にどっちが作用で反作用でもいいんだよ。まあ仮にこいつを作用としようか。じゃあこの反作用は何が何を押す力ですか？主語と目的語が入れ替わるんだよね。はい、皆さんで言ってみましょう。3、はい、そうです、和田が床を押す力ですね。和田くんが床を押す、床を押すんだから作用点は床の中にある。向きはどっち向き？同じ逆？逆向き。ってことは、こっち向き。大きさはどうですか？等しいんだね。等しいっていうことで、マーク。これとこれは等しいよってマークをつけましょう。はい。これが作用反作用の法則です。いいですか？はい。ではもう一個練習していきましょう。はい。今度これ、例に。さあ、和田くんは今度ね、重力に注目してみましょう。はい、和田くんに働く重力書くよ。はい、和田くんには重力が働いてます。重力って見えるかな。はい、こんな感じでちっちゃいですが、重力って誰が誰を引っ張ってるの？誰が誰を引っ張ってるの？地球と和田を使って。そう、地球が和田を引く力です。重力は地球が和田を引く力。じゃあ反作用は何が何を引く力？そうだね、主語と目的語が入れ替わるんだった。和田が地球を引く力だね。これもちゃんと書いてくださいね。はい、図示してごらん。まず地球を引っ張ってるんだから作用点は地球の中にある。そして向きはどんな関係？逆でしたね。はい、だからこっち向き。大きさは等しい。ちょん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 、マークをつけよう。こんな力が必ず存在するらしい。嘘ってねつまりね、私の体重は仮に50キロだとしたら、50キロ分の重さで地球に引っ張られてる。同じだけ50キロ分の重さの分、和田は地球を引っ張ってる。嘘。じゃあ先生、和田先生の方に地球はどん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 近づいてくるんじゃないですか？ノンノンノン、落ち着いてくださいね。ブラジル、地球の反対のね、田中君、何君か分かりませんがね、この田中君も地球に引っ張られてるから、当然地球も田中君の方に引っ張られて、これ世界中ね、引っ張り合いっこしてますので、地球がどっちか一方向にずーっと動くってことはありませんので、まあ安心してください。はい、これが作用反作用の法則でした。なんとなく、イメージついてきたでしょうか。さて、演習問題は次回の動画でやっていきます。今回はね、最後ちょっとね、奥深い話を少しだけやっていきましょう。なんとですね、ニュートンさん、ニュートンさんはね、こんなこと考えたんですよ。あれれと、このなんていうの、この ボールを糸にね、ボールをつけてボールをぐる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 回す。これ糸切れるとボールってビューって回してる中心から遠くに行っちゃうよね。なんでっていうと、遠心力っていうのがボールには働いている。
まあ細かい議論はちょっと置いときましょう。先生、遠心力って何ですかとか、細かい議論は置いといて、そう、ボールには遠心力が働いている。でね、ニュートンさんはこんなこと考えた。あれ、地球の周りを回っているお月さんも遠心力働くんじゃねって思ったわけですよ。確かにそうだよね。でね、ここですごいのが、みんなさ、あの月を見て、うわー月、なんで地球に落ちてけへんやろとか、うわー月の遠心力あるのになんで地球の、なんで遠ざかっていかへんやろとか、考えたことあるっていう話。いや、月は月でしょって、ずっとあるもんでしょって、思ってなかったから、ね、これね、昔の、キリスト教の時代っていうと、なんでお月さんはあるんですかって言ったら、それは神様がそのようにして作ったからですと。そう信じられていた時代。それがいいとか悪いじゃなくて、そう信じられていた時代に、いや、あのお月さんも宇宙にあって、宇宙にも物理法則が働いてて、あのお月さん、なんで落ちてけえへんやろとか、なんで遠心力で向こう行っちゃえへんやろとか、っていうのをガチで考えたっていう、その発想力がもう半端ないっていうことなんですよ。まあそんなことはさておきね。で、当然このままだったら一応から、お月さん地球に引っ張られてるはずじゃねって、こう思ったわけですよ。ね。まさに、エジソンさん、ニュートンさんは、このリンゴがあるじゃん。リンゴは地球に引っ張られてるよね。でも、リンゴは、こう、木に止まっていると。ね、木にこうやって止まっている木の枝についてて、そして、枝から上向きにね、引っ張られてるから、釣り合って落ちてこないよね。同じように、月と地球も、月も地球に引っ張られてるけど、遠心力で落ちてこない。同じ。釣り合ってるんじゃないかって考えたわけ。じゃあ、その遠心力じゃない、この万有引力、この力 F、 地球が月を引く力とするよっていうのは、地球の質量をラージ M とします。お月さんの質量をスモール M とします。地球の質量が大きければ大きいほど万有引力は大きいと考えたわけだ。まあいろんな観測データからね。ってことは、で、距離が遠ければ遠いほど、ここの間の距離をラージ R って呼びます。距離の2乗に反比例して万有引力は小さくなると考えたわけだ。そして比例定数 A というのがある。そしてこれは作用反作用だから、地球が月を引く力、反作用は月が地球を引く力。それがこれ、月が地球を引く力。それは月の質量が大きければ大きいほどこの力は大きいはず。で、比例定数 B なの。そしてこの2つの力は作用反作用だから等しい大きさなんだよね。つまり式の形は同じ形になるはずだと考えた。そうするとラージ M とスモール M、 この R2 乗は等しいんだけど、ラージ M とスモール M 片方ずつにしかないから、なるほど、万有引力というのは必ずラージ M もスモール M も式に入っていなくちゃおかしい。R2 乗分の1も入ってなくちゃおかしい。そしてあと比例定数 G としようとなったわけ。この式がまさに作用反作用が成り立つとして、このようにして考えられた、この万有引力の法則。また後々ね、理系に行ったら、物理の方で習う式がやってきた。ということで、まあ、これはもう完全に余談なんですが、これも作用反作用の法則があってこその出てきた式。ということで、意外となかなか奥深いですね。さあ、以上、これから作用反作用の法則マスターしていきましょう。